はい、明日メインに出場します北原選手です、はい、よろしくお願いします。今回はなんかいつもと違ってスムーズに体重が落ちたようで。そうですね、いつもとよりもだいぶ前もってオファーもいただいてたので、やっぱり徐々に東京にも慣れてきたのかなと思います。で、まあこういう形でちゃんと時間配分とかもできて落ち着いて体重を落としたのかなと思うんですけど、結構いつも軽量の時グロッキー状態ですもんね。そうですね、今日はそんなことじゃなくて、落ちるのもさーっと落ちたんで、うん、あ、 楽に落とせてよかったです。辛かったですけど、辛かったけれども楽に落としました。まあ本当先ほども言ってましたけど、だいぶこの東京の生活が自分の体にフィットしてきた感じですか。多分ですけどね、うん、はい。で今回、対戦相手北原選手の対戦相手が清水選手、はい、のキングオブパンクラシストになります。はい、相手の印象は、まあ何でもできる選手だと思いますね。寝技もできるし、打撃もこの前いい勝ち方してるんで、まあ、そういう部分では穴のない選手なので、しっかりと対処してやっていけばいいかなと思いますけど、まあ、自分の持ち味を生かせればいいかなと思います。実際なんか練習で手を合わせたこともあるんですよね。そうですね、あのトライブさんにも何回か行ったことあるんで、そこでやったりとかも、うん、知らないわけではないので、はい、お互いまあその何もしていない間3ヶ月ぐらいなんですけど、どう進化しているのかっていうのをリングでちょっと手を合わせてやってみたいですね。明日会場にお越しいただく皆さんにどういうところを注目していただきたいですか。そうですね、やっぱり軽量級の動きとか際の動きとかをしっかり見てもらって、まあ、これがバンタム級なんだぞっていう、まあ、UFC とかでも設立されている階級でちょっと注目されるように頑張っていきたいなと思います。明日会場にお越しいただく皆さんに最後一言お願いします。そうですね、本当にあのチケットを買ってくれてお越しいただいて、いいパフォーマンスをメインで出せるように頑張りますので、よろしくお願いします。期待します。ありがとうございます。